殿。舞台は伊賀の美しい景観と緩やかな斜面が織りなすフラットな丘陵コース、ルート25ゴルフクラブ。美しい造形に彩られた18ホールズです。はい、ということでおはようございます。おはようございます。この光景はなかなかないと思いますが、6月は河原プロと井上プロと神山プロだ。はい、すいませんね、三流プロばっかりで。すいません。シード復活へとかける思いは誰よりも。恵まれた長身を生かしショットを繰り出す川原のぞみプロ。ツアー2勝の井上誠プロは今年アジアンツアーへと参戦、着実に結果を重ねている。故障に泣いた近年、しかしそのポテンシャルは折り紙付き、 GM へと契約を交わし再起を誓う神山隆プロ。お前の日体花の先輩、今週は試合があるんで。今週はこれ5月なんだけど、日本プロ、はい、機嫌悪いんだよね。そうなんですか。刀剣で予選取ったけどポチョポチョでしょ、50、60位ぐらいでしょ。その後予選落ち、予選落ち、来ないって言うんだよね、ビューデン。ビューデン初めてのゴルフ場ですけども。はい、ルート25 66じゃないの。はい、ちょっといいゴルフ場だよね。はい、最高です。大阪の松原からね、60分前後だね。はい、ね、近いよね。ということで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゴルフ武勇伝で初めてのプレーとなるルート25ゴルフクラブ。スタートホールは390ヤードのパー4。立山プロ不在の今月、ゲームを牛耳るのは誰だ。今回もキャディーたちがプレイヤーをしっかりとサポート。アシスタント2人がゲームの進行を彩ります。ルート25、はい、ルート25、通称国道25号線近く。はい、今週の1ホール目ですね、はい、390ヤードやや右ドッグレッグのパー4です。うん、じゃあまずチーピン持ちの井上誠からいこう。いいんですか。右ドッグレッグ。お願いします。左のバンカー気をつけた方がいいよ。ということで今月は立山がいないので、俺は3人をいじめながらゴルフするという。マコ、これはほら左ブジッといったらあそこバンカーほら危ないですね。な、よし、俺らはスコアで、チーピー持ちだから、スコアでいじめてやろう。チーピー持ちだから、お願いします。お願いします。こんな広いゴルフ場。ねえ、はい、ねえ、お願いします。井上プロのティーショットです。はい、お願いします。ほら、本当だ。俺の言ったこと。素直です、ね。やりづれ。ほら、あ、ナイスキック。やりづれな。バンカーだろ。はい。飛ぶな。じゃあ高橋行ってみようか。はい、お願いします。柔らけえもん。高橋もチーピン持ちだからね。あったっす。お願いします。神山プロのティーショットです。あれ、おら、あらららら、あれほら、GP 持ちってのわざと意地っ張りだね、高橋。髪の毛ちょっと白髪だらけじゃん。え、のぞみ来てた。川原プロのティーショットです。あら、しゃあ、かっけえ球。全然 GP じゃないじゃん。うん、やべえかって調子悪いんだよね、ゴルフ。岡崎さんのティーショットです。ケクソよろしくね。お願いします。お願いします。お願いします。はぁ、あ、ひどい。ほら、200、210ヤード。やべえ。この辺でした、トップ。嘘。マジで。いますか。これ。意識しすぎてしまったか。井上プロ、神山プロのショットは左右ラフへ。いいゴルフ場だよね。はい、うん、ね、雰囲気あるよね。綺麗ですね。まだ一ホール目だけど。綺麗だよね。芝付きもいいよね。はい、ここに住み込んで練習してから。
ハーフで25出るまで。ハーフで25、うん、ハーフで25、ハーフで25出ないか。出ないですね。出ないですね。なあケックス、はい、立山元気なの？元気だと思います。俺の電話も着信拒否してんでね。なんか電話してもツー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 なんだよ。そうなんですか。うん、嫌われちゃったらしいよ。先月いいスコアで回ったから。192。192ヤード。192ヤード打ち下ろし。打ち下ろしで。クラブの方は丸山大輔。わかんないです。丸山大輔。意味わかんない？わかんない。岡崎さんのセカンドショットです。丸山大輔からもらったクラブ、はい、あーバカ、おい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 、全然オーバーじゃん。あ、セーフはセーフ、あ、まだ。これ何番ってな。これ27度のユーティリティ、はい、5番、うん、5番のユーティリティ、はい、神山プロピンまで145ヤード、クラブは6番です。6番アイアンです、はい、木は大丈夫ですか？木ダメですね。左から、はい、はい、お願いします。神山プロの2打目です。あら、最悪、左まっすぐね、バンカー入ってしまいました、はいはい、井上プロ残り135ヤード、はい、クラブがピッチングです、はい、ピッチングできます。ラフ、つま先下がりのラフですね。そうですね、はい、お願いします。行ってきます。井上プロの2打目です。うわ、これでかいか。あれ、大きかったですね。どうしたの？オーバーです。フライヤーしましたね。フライヤーフライヤーですかね。フライヤーしました。はい、はい、はい、なんか今日のぞみの格好うまそうに見えるね。ですよね。乗せろよ、こう言われてよ。でこれって言われちゃったらやべえもんな。うん、よし、なんか石川遼か、はい、タイガー・ウッズか、川原希かって感じだよね。そうなんですよ。で、これヘッダーだね。ねえ、ナイスオン。あー、オーバーしちゃったよ。ヘッダーだね。で、これだよ。だいぶグリーンが下ってますが、ね、はい、神山プロバンカーからです。神山プロの3打目です。ああ、最悪、はい、オーバーしてしまいましたね。ね、オーバーしちゃったね。はい、頑張ってください。難しいね、これ。岡崎さんの3打目です。うまい。お。ナイスオンです。ナイスオンです。うま。天才的だね。井上プロ3打目です。はい。はい、うわー、でええか。止まれ。止まれ。あー。下手だねー。何やってんだよ。なんでここ下りなのにこっちまで打つの？ここら辺だろうよ、落とすの。ちょっと飛んじゃったっす。え？神山プロ、井上プロともにセカンドショットをバンカーへ。スリーオンとするも距離を大きく残した。パンチ入るからね。川原プロの3打目です。ネズミ、スリーパットしないようにね。切れねえよ。ああ。井上プロのパーパットです。
全然違うわ、切れませんね。あれ神山プロのパーパットです。もう高っ、惜しい。川原プロのパーパットです。はいです。カーハープロボギーです。井上プロ、これを入れてボギーです。はい。あれ。決めることができませんでした。すみません。井上プロダブルボギーです。岡崎さんのパーパットです。ナイスパーです。ナイスパーです。かっこよかったですね。神山プロボギーパットです。神山プロボギーです。あんまり本気出すとみんなプロゴルファー来なくなるかね。ボギーボギーダボだった。ひどいね。プロたちには手痛いスタート。コーチに頭が上がりません。一ホール目は小手調べ。 GMA プロ軍団、気を取り直してかかりましょう。迎えたのは2番413ヤードのパー4。このホールとんでもないグリーンです。っていうか大丈夫。今月ボギーボギーダボだよ。はい、ひどいね。ここからもう一回仕切り直しで、うん、はい、日本テレビの今村さんに笑われちゃうよ。結構難しいホールでした。今村司か渡辺司かっていうぐらいバッバッバッとくるから。はい、じゃあ気を取り直して、はい、うん、はい、続いてのホールです。413ヤードのパー4です。ここグリーンが縦長で約60ヤード、全長で60ヤードあるそうですので、すごいねそれ、はい、ピン位置によってはクラブ選択が重要なホールとなっています。あ、いいね、戦略的で、はい、まあ、俺からだけど、まあ、下々から行けない。ダボは最後だよ。あれ、神山プロのティーショットです。おお、いい球だ。怒った？いや、怒ってないっす。あ、ナイス。飛んでないな。うん、アゲンストだもん。川原プロのティーショットです。なんかパンツ押しに食い込んでるよ。マジっすか。はあ、いい球だね。あんな球打ってボギー打つのよ。ドライバーだけですよ、いいのは。うん、GMA だから。じゃあ、うん、ダボ行きます。クラブドライバーダボ行きます。井上プロのティーショットです。はい、え、岡崎さんのティーショットです。ほんと飛ばないんだよドライバーが。ひどいな、肘が痛いからなんだよ多分な。ほら、ひどいや。でもパーだもんな。ほら、お前らと30ヤード、40ヤード、50ヤードちょ。このキャロウェイのドライバーいいんだよこれ。キャロウェイさん、9.5 度。グリーンまではまだまだ距離が。縦長グリーンのどこに乗せるかが明暗を分けます。テイラーの馬場君が俺に送ってこないから自分で買っちゃったよこれ、ロケット。岡崎さん残り243ヤードですね、3番ウッドで。はい、岡崎さんの2打目です。大丈夫です。
あ、乗ったっす。乗っちゃった感じ。すごい。乗っちゃダメだよ。乗っちゃダメだよな。ダメですね。ダメなんですか。30m のパターっす。乗っちゃダメだよ。右へ外したかったら真っすぐ行っちゃったよ。これいいんだよね、これ。テイラーのこれ。ドライバー170ヤード。もう52歳迎えておっさんや。はあね、今村さん。本当におっさんになったらお互い嫌だね、52でね。井上プロ残り、上りを入れて203ヤード、はい、でピンが一番奥、はい、右奥でかなり風がアゲンスト。あ、今ちょっと収まりました。4番アイアンで行ってみます、はい、いくつの距離。203です。井上プロの2打目です。あれ、ね、どこで寝ちゃうんだよな。いえ。どこ打ってんですかね。神山プロ、上りを入れて193ヤード。クラブが5番アイアンです。神山プロの2打目です。しょ。いいですね。ピン方向。おお。ちょっと足りなかった。そうだよね。上行ったらダメだよ。上行ったら。ああ、自分相当上上げてるよ。川原プロの2打目です。何やってんの。ダメだね、GMA 契約選手3人とも。GMA 解散。乗ってんのかな。それ無理じゃんな。ダメだね、しかし。立山、あいつら3人ちょっと鍛え直さなきゃダメだよ、立。うん？お前の後輩みんなダメ。乗らないんだもん、グリーンに。ね。下手っつった、今。GMA の帽子かぶってんだ、ほら。下手くそ、今月のプロは。川原プロ、クラブはサンドウェッジです。30ヤードぐらいかな。30ヤードで、うん、はい。川原プロの3打目です。うまい。ナイスです。ナイス、ナイスです。これうまいわ、キックス。ありがとうございます。神山プロの3打目です。またボギーだこれ。井上プロです、はい、井上プロの3打目です、はい、いやもうちょっとミスです。はい、で岡崎コーチだけが2オン。しかしこのグリーン2オンは超ロングパットを強いる罠だ。こんな広いグリーンは俺多分初めてだと思うんだけど。これはでかいですよね。ある、高橋、このぐらい広い。これはでかいです。1個、日本一なんじゃないのこれ。しかもマウンドもすごいですもんね。場所によっては乗らない方がいい。ポテトチップス3枚張り合わせたような。これはすごいわ。岡崎さんのバーディーパットです。あっち行っちゃったよ。おい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 、これは難しい。岡崎さんのパーパットです。仕方ない、本当に仕方ない。呼んないよな、社長の。岡崎さんボギーです。あ、そこからだよ。無理ですよね。神山プロのパーパットです。ナイスパーです。ナイスパー。ナイスパー。よかったよかった。川原プロのパーパットです。あっ、
川原プロボギーです。井上プロのパーパットです。なんか平行感覚が全くねえよな。スパーです。はい、すいません。川原プロナイスアプローチでパーをセーブしたかと思いきや悔しいボギーです。はい、今週どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでメールをいただいております、はいはい、東京都大田区の石橋さんからいただきました、はい、平日の夜などの練習場で多くの若者や女性が遊びではなく真剣に打ち込んでいるのを見ると負けていられないなと思い気持ちが引き締まります。プロの皆さんの気持ちが引き締まる瞬間とはどんな時でしょうか、というメールをいただきました、うん、この最近この3人は引き締まってないね。井上プロが、はい、引き締まる瞬間、一緒にやってきた人が活躍したりすると、はい、引き締まるっていうか自分もね出てられないとって思う、うん、思います、はい、誰同期誰ですか。まあ、あの試合に出た時は、まあ、先輩ですけど、あ、まあ、平塚さんとか久保屋さんとか、ね、ね、はい、ですね、ですね、はい、川原プロは引き締まる瞬間、立山に睨まれた時だ。あ、それを引き締まる引きつるですね。高橋は引き締まる瞬間、本当はやっぱ誠と一緒で、うん、同期とかなんでしょうけど、ノブ、僕の場合は片山、うん、宮本、横、横、もう元々上手いんで増田ですかね。ノブでもノブもあんま活躍しないからあんま引き締まないですよね。ちょっと活躍するなんかちょろ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 って、まあまあ、うん、とこだよね。これからですかね。っていうかいいゴルフ場だね。そうですね、本当にいいゴルフ場。俺関西住んだら来たいね、ここにね。